自動的にテロップがおはようございますそうほらもものショールームがもう誕生日仕様になったよもわってきてるはいもものショールームがお誕生日仕様になりましたほらすごくない テラップが自動的に出ちゃったもうすぐ誕生日、九月五日自動的に出たそう、今日ショールームを開いたんですよもうのね。そしたらこれになってたからすごい、めっちゃ可愛くないピンクこうすけたお弁当箱つむ風呂敷みたいなやつありがとうございますポコチさん、いいねありがとうございます そうです今日から学校ですなのでいつもの7時台にショールームを変更しますなので皆さんぜひ見てください今日は7時25分までですせいじさん花束ありがとうございますそうなんか全部ピンクめっちゃかわいい生これがいいんだけどきょっぴさん クラッカー、ありがとうございます。クラッカーだよね、これ。クラッカー。すごい、すごい。めっちゃピンク。全部ピンク。エチこパワー、くん、はた、ありがとうございます。ホーリーさん、誰もありがとうございます。たんたんめん、たん。月の中にいたのきともち。ありがとうございます。 ポンコツさんも月の中にたぬきとお餅ありがとうございます。そう、今日からお誕生日仕様になりました。ここに風船があって。こっちにハッピーバースデーって書いてあって、ここがなんかああ、アイドルが踊るステージみたいに <laughs> なってますね。そして下が観客の席みたいなピンク版です。 中坂さん、なかなどこ？なこのアバターになってる。おはようございます。<laughs> 鈴木さんハートありがとうございます。ペアグラスタンコイありがとうございます。ね歌唱力お疲れ様。鈴木さんハートありがとうございます。ね本のアバター欲しいな カツノリ参加をありがとうございますてつやさんだるまありがとうございますお誕生日おめでとうありがとうございますそうここの三位から一位までのところがすごいほらなんか丸の太鼓の上に乗ってるみたいなむ <laughs> ーちゃんクラッカーありがとうございます ありがとうございます今週パッカン T シャツ届けば7日着てけるお今度のあの7日のモモが13歳になった初めての握手会でえっとセーターの T シャツを着るので皆さんもお空でぜひ着てきてください第三北斗さんあいさありがとうございますはい 昨日と、昨日と、おとついの握手会はありがとうございましたもんこちさん、たこさん、ありがとうございますありがとうございます7日行くけど、生誕テイシャ使えなかったよじゃ、トットバックで、うん、オリンピックの表彰台みたい 確かに、太鼓の上見て。<laughs> 昨日の握手、楽しすぎたので。握手券また。楽しすぎたので握手券ま,また買っちゃった。ありがとうございます。<laughs> じゃあ、ぜひまた。来てください。買えなかったよ。買えなかった。<笑><笑>じゃあ、ぜひ。トートバッグで。トートバッグは多分まだあると思います。 おはようございます。初見です。きゅ、研究生の十二歳の平野も奈です。よろしくお願いします。もうたんと二日違いの誕生日。を。二日違い。じゃ、ショールームやれば、お誕生日仕様になると思いますよ。<laughs> もうすぐ消費税十パーセント。になる。知ってる。<laughs> 知らないです。 三つ編み三つ編みです今日はは早技まー、あ、こちゃんがおつ妻子が得意な三つ編みをしております小学生中学生です中学生ですよなさんかわいいありがとうございますありがとうございます,いますトートバッグかぶってきますはいでもあのなんか頭からカバンをかぶると背が伸びなくなるらしいのでそれは気をつけてください もンコツサンダルもありがとうございます桃なかちゃん川チマの3人で誰がバトンント一番前のやっぱりモですね <laughs> わ分かんないなんか川島が習ってる説を言ってた気がする <laughs> もう伸びないか頭からトートバッグ了解了解 まだ背が伸びてる方は知らないでくださいね背が伸びたくなるって言ってたおはようございますラ,ラピュタのシータシータふーちゃんも重かったえー <laughs> なんか前ふーちゃんと前の握手会でねやったことあったけどなんかうわーって言ってたけどみなさん ありがとうございますトートバッグ切り抜いて切れるようにしますそっか <laughs> 被らないとハゲがバレる大丈夫バレても <laughs> ポンコツさん流れ星ありがとうございますおはようございます昨日はありがとうありがとうございました昨日は中本バドミントンできたのはいい思いで ありがとうございますじゃあまたまたバドミントンやりましょうもうテニスもやってみたいなたんたんめんたんくありがとうございますくらったん5日の青がもしかもね大丈夫ですありがとうございますそうその日はもうの誕生日昨日バドミントンウッキエを狙って 始まったらガチになった。まあね、ガチミントン、ガチミントン。<laughs> バドミントンじゃなくてガチミントンを皆さんやりましょう。モモタントの握手、楽しい。スイー、ありがとうございます。三日目青がいきます。ありがとうございます。明日じゃ。 明日、ありがとうございます。今度ウィンブルドンの衣装でバドミントンやって。無理ですね。ブーツがちゃんと。靴履かないと。<laughs> ちゃんとね、動けないんで。バドミントン、また。うん、なんていうんだ、これ。明日行けよ。ありがとうございます。明日の。最春ガールズ公演。

得意ではない。ポンコツさん。音符ありがとうございます。ありがとうございます。ます昨日のバドミントンはどっちが勝ったのかな。ね、点数数えてないから、わからないよね。じゃ、あ今度は皆さん、点数数えて、ちゃんと勝負しましょうね。土曜日、ももたん、いたから、行くね。ありがとうございます。 北海道から参加してます。ありがとうございます。ラククラッカーありがとうございます。ありがとうございます。俺は絶対勝ったと思う。もうも勝ったと思いますね。<laughs> 昨日結構なんか会場に出た。うん。ダンダンダン 五日の公演申し込んだけど、生誕祭じゃないんだね。もう,もう発表された。そうなんです。多分平日だから、見送りが。出れないか。けんた月の中に、たぬきとおちありがとうございます。革命し対人戦でも、もう昨日やってましたよ。昨日。大富豪をやって。大富豪をやって。 大富豪になりました宮古落ちをしました <laughs> そう平日だと難しい。そうだってお見送りが出れなくなっちゃう可能性がありますねそうだって生誕生率長くなるからあのもしかしたらねシンデレラまで出れられなくなっちゃう宮古落ちそう あのなんか、大富豪になりましたもん、まず。だけど。身をこちした <laughs>。そう。大富豪でもモたち対戦したいなって思ってるよん。モも思ってるよん。なんでやりましょう。みゃん、さんとこさん、ありがとうございます。 そうですもの大富豪の通押しはもちろん須田さんにしてますポンチポチポチポチ,ポチと押すとあのねっ桃秋の宿題をやる前に大富豪を開いて須田さんのところポチッとしたら「頑張ってね」って言われたので桃秋の宿題を頑張りました <laughs> ポンコツさんアイ車ありがとうございますありがとうございますタコさんもありがとうございますいいね ありがとうございます流れもしもありがとうございますありがとうございますちょろいちょろくないよ <laughs> ちょろくないですよそうもうね前より話題風がうまくなったと思いますなんか二番が一番強い 3番が一番弱いみたいなそう縛りの意味がちょっとよく分からなかったけど昨日やっと分かるようになってはち切りはカードがどっかに行っちゃう <laughs> そうモータンに頑張ってねって言われたから僕もやってますありがとうございますそこほモータンちょろいモータンちょろくないよ別にちょろくないですよ須田さんに ちょっとフい,いだけ <laughs> なので皆さんライフ号をモモと一緒に対戦しましょうあけましておめでとうございますあけましてあけあ、ま、けけてないですよ何も今 <laughs> 昨日も今日も可愛いな ありがとうございます山まさん、かわいい、ありがとうございますえ、一生このさ、お誕生日しようがいいな、ショールーム。かわいいピンクだから。ずっとピンクがいい。まもなくお時間です。はい。じゃあランキングを読みまーす。うん、かわいい、ハッピーバースデー <laughs> じゃあ13位からいきます 13位、落ち点、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、ルートタン、ありがとうございます。11位、どうなるんですか、三ありがとうございます。10位、勝則さん、ありがとうございます。9位、みおうさん、ありがとうございます。8位、がくンん、 ありがとうございます。七位ロリコンタンタン、ありがとうございます。六位エチゴパワータン、ありがとうございます。五位ベアグラスタン、ありがとうございます。四位タンタンメンタン、ありがとうございます。三位のスタありがとうございます。 2位ポンコツさんありがとうございます。そして1位ジェルルルルルルピンポンパンポンジェルルルルパチ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 ルルルは イヤホン取ってください。いきまーす。せーの画面がずれた。<laughs> ありがとうございます。今日で、九日目。ありがとうございます。<laughs> 画面が。 めっちゃラフああ。109日目、ありがとうございました。1 5十7人の方。ありがとうございました。明日の配信も多分朝なので、ぜひ見てください。明日は公園があるので、朝ですね。朝、ぜひ見てください。それでは、いきまーす。せーの、ミニ。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとうございました。 はい。